いや、あれだけ何でもできるロボットがそばにいたら何にもしなくていいかなって気に僕はなりますね。のび太はある意味すごいなって、あんな一生懸命こう毎日ね、こう時々もちろん助けてもらってると思うんですけど、自分だったらもっとこう堕落していきそうな気がします。僕らのそばにはいつもドラえもんがいた。畑元博。僕ドラえもんって。スペースヒーローズ3月7日公開。